朝晩の冷え込みで過ごしやすくなる中、金町のタイモ畑や奥久美川のマングローブ林には季節の渡り鳥が飛来しました。体長20センチメートルほどの白石霊はお尻を上下に振るなど可愛らしい動きを見せ、タイモ畑では大小のシラサギが昆虫をついばんでいました。またマングローブが並ぶ奥久美川ではカルガモの親子が泳ぎを楽しんでいました。本島北部ヤンバルに秋の季節が訪れています。